見知らぬ土地に行ってみたい。山奥の田舎で暮らしてみたい。都会の生活に疲れ、こう考える方も多いのではないだろうか。そこで今回は、好奇心旺盛な一致が、一度入ると出られないという都市伝説の村に訪問したスレを紹介する。その村には一体どんな秘密があるのだろうか。聞いてくれる人いる？ちなみに全て事実。スペックは26歳、今年27歳の大阪住みの大阪人で村に行ったのは3年ぐらい前の話。はいはいはい。世に聞かせるがよい。ありがとう。ちなみににはどこ住み？舞台は島根県なんだけど、島根県とか中国地方に住んでる人なら知ってる、都市伝説になってるらしいかも。長くなりますが良ければお付き合いください。見てる人がいなくなったらやめますのでよろしくです。まずはなぜその村に行くことになったかから始めますわ。はよ。高校1年の冬休みに島根のど田舎の教習所に合宿で普通自動二輪の免許を取りに行くことになったんだ。そこは駅から1時間ぐらいバスに乗って、教習所のバス、着く。その教習所は上の方にあってコンビニまで1時間ぐらいで何にもない。いいところって言えば星が綺麗って感じ。釣りならしっかり練った設定で頼むぞ。釣りでもいいから面白いの頼むよ。釣りじゃなくマジです。この通ってた教習所も島根の人なら一発でわかると思う。で、その教習所は近場だと山口とか鳥取、遠くだと秋田から来てる人もいた。その教習所は週末にイベントとかあったりしてそれで違う寮の人と仲良くなったりして教習所の合宿組はみんな仲良くなったりある程度喋るようになったんだ。寮は男女別で俺は男の寮 A だったんだけど、車の合宿組の人たちと夜中に怖い話をしようってことになった。一人一人話していったんだけど、そこで合宿組の中で一番仕切り役的な湘南の風にいそうなイケメンのユージ君、山口出身、がある村について話してくれたんだ。鳥取県民ですがわかるかな？見てる？ユージ君が高校の時に仲良かった友達がとある村、二ちゃん村ってことにしとくむ引っ越しすることになったらしい。というのもその仲良かった友達は母子家庭で貧乏だったらしく、生活がギリギリだったらしい。けどその村に住めば家を借りるのはかなり安くて、米とか野菜とかは村の人がくれるからほぼタダらしい。引っ越ししてから1ヶ月少し経つのに携帯に一度も連絡ないから寂しいなぁとか思い出したらしい。にちゃん村て。にちゃん村じわじわ来る。で2ヶ月、3ヶ月しても連絡なくて仲良かっても住むとこ変わったらこんなもんかってちょっとテンション下がってたらしい。で、半年ちょっとぐらいしてバイト終わって携帯見たら公衆電話からすごい数の着信来てたらしい。え？誰？ってなったけど公衆電話やからかけ直せないし心当たりもなかった。にちゃん村はさすがにあれだったわ。仮村ってことにしとく。で、次の日の昼過ぎにまた電話かかってきたから電話取ったら引っ越しした友人だったらしい。今すぐ会いたいって言われたけど今は学校だしなと思ってたけど友人がかなり会いたがってるというか必死だったから学校を早退して会うことにした。島根から山口までよく来れるなぁとか学校どうしてんだろとか疑問があったらしい。新岩国の駅で待ち合わせしてたんだけど、予定の時間から30分経っても来ない。1時間経ってもまだ来ない。かなり必死だったし、約束をすっぽかすようなやつじゃないのになって考えてたら電話が来たらしい。非通知だったらしいんだけど電話に出たら、ごめん、今日は行けない。また今度、だけ言われて切られたらしい。ただその声がどうも友人の声じゃなかったらしい。しゃがれた中年みたいな。仮村、仮村、A村とかにしろよ。A 村にします。引っ越した場所の住所は教えてもらってたから、気になったし行こうかなと思ったらしい。けどよく考えたらその引っ越した場所ってど田舎らしく、車じゃないとかなり時間かかるし諦めたらしい。後日学校でその友人の話をしたら同級生が A 村って本当にあんの？都市伝説だと思ってたって言うから詳しいことを聞いたらしい。話によるとその村は基本的には外部と連絡取らないらしく村独特の宗教があるらしい。その村に生まれた、その村に引っ越した人は一生そこから出ずに過ごさなきゃならないって内容だった。みんなが口々にあの村はヤバいって言うけどユージ君は何がヤバいかわからないって言ってた。そんな話をしてる中でユージ君がなんか怖い話じゃなくてただの思い出話になったけって中途半端な感じになった。気になってた俺はその村の住所を教えてもらった。ググったら島根県って村は沖ノ島に一つしかないんだね。呼んでるよ。平成の大合併の影響やな。村のない都道府県もあったりして。マジで？俺が行ったとこは確実に島根県なはず。そんで絶対に釣りとか嘘じゃないよ。で、ユージ君が教習所を卒業して、寄せ書きしてノートにメッセージをもらったりして電話番号を交換した。
俺も教習所を卒業してその村の噂なんてすっかり忘れてた。それから7年ほど経った23歳の頃に部屋を掃除してたら寄せ書きしたノートが出てきたから懐かしみながら見てた。本州取り口続きなのか？名前に、村ってついてないだけでど田舎はいっぱいあるからね。陸続き。しかも車で3時間ちょいぐらいかかってこんなに時間かけたら島根出るんやないの？って思った。そのこともまた書くわな。ノートを見てたらユージ君に教えてもらった村の住所の紙が出てきた。俺は大した仕事してなかったし時間は作ろうと思ったら作れたからその村に行くことにした。ユージ君とはその時もまだ仲良くしてたんで久しぶりに連絡してたら懐かしいなーって話になった。そんでユージ君にその村付近まで送ってもらうの頼んだら快諾してくれた。で、山口県から車で島根県の村に行くことになったんだけどまあ遠い。着くまでに3時間少しかかった。時間がかかりそうだからと朝の7時に出て着いたのが10時くらい。しかもそこからまだ歩いていかなきゃならないっていうからきつい。ユージ君にありがとうだけ言うて歩いていくことにした。周りはど田舎で何もない、山というか林ばっかりで島根に詳しくない俺はここどこやねん。富田林とか千早赤坂村よりひどいなって感じだった。富田林市、千早赤坂村はどちらも大阪府にある。ど田舎の代名詞として有名だが、近年ではちょうどいい田舎と呼ばれており、セカンドライフをのどかに過ごしたい人々に人気である。で歩いて30分ぐらい、下手ほんまにあるんかよ、と思ってたら開けた場所に出てポツポツと家があった。想像してた村、所さんの笑ってこらえてのダーツの旅に出てくるような村、とは違ってなんか古臭いというかそんな感じがした。村を進んでいったら田んぼで年寄りの人がなんかしてた。近づいていったらこっちに気づいて。なんじゃ？誰じゃ？と言われたからユージ君の友人が引っ越しした話、それで俺が村を気になったから来てみましたと話した。それだけでは見せ物じゃないぞって思われたらダメなんで、僕はちょっとうつ病の気がありましと田舎暮らししたいなと思って、と言うたら喜んだ感じで家に呼ばれた。とある村でもにちゃん村でも A 村でもなく村の名前ズバリ教えとくれ。それはちょっと、場所が分かって話題になってみんなが行き出したらあれなんで、まあないと思うけど。けど島根県民とか付近の県に住んでる人なら気づいてるかもしれないとだけ言っておきます。で、そのおじいちゃん言うて65歳くらいの家に向かう前に村の中を歩いてたんだけど奥に筒状の大きな建物があった。PL の塔を筒状にして小さくした感じ。気になったからあの建物は何ですか？って聞いたらおじいちゃんは、教育塔。とだけ返事が返ってきた。一致の言う PL の塔とは富田林市にある大平和記念塔。歴史上のあらゆる戦没者の霊を慰霊と鎮魂するため、PL 教団が建立し管理運営する慰霊塔である。ほう？見てる？はよ？そんな村があるのか。無謀な冒険すぎて。で、おじいちゃん家に行ったら、昼は食べたかい？食べてないならどう？と言われて呼ばれることにした。お昼を食べながら話をしてたらこの村に住むにあたってとかこの村はとか話された。田舎に住んでみたいと言っただけでこの村やないんやけどなと思った。あとなぜユージ君の友達が携帯から電話してこないかがわかった。この村は電波が届いてなかった。それともう一つはある理由があった。このおじいさんは一致を移住者と認定して勝手に話を進行していった。そして恐ろしすぎるこの村の環境や規則を語り始めた。おじいちゃんに言われたのはこの村に住んだら守ることが、テレビ、パソコン、携帯電話など外のいらない情報が手に入るものは持たない。まず外って言うてることに疑問だったが後で解決する。この村に住んだらこの村に骨を埋めること。この村の教えを守ること。要するにこの村に古くからある宗教に入れってこと。他にも色々あったがどれもこれもうさんくさすぎた。今日はうちに泊まっていきなさいと言われたから泊まらせてもらうことにした。一泊して帰ろうとか軽く考えてた。あとうさんくさかったから名前と住んでるところを聞かれたけど偽名を使った。というか俺は筒状の建物が気になりすぎて中に入りたかった。続きはよ。気になるわ。久々続きが気になるわ。おじいちゃんに泊まらせてもらう部屋に案内してもらった。普通の部屋で特に変わりはないが窓が一切ないのでなんか暑苦しいというかそんな風に感じた。おじいちゃんにユージ君の友達、大事に会いたいので行けるか聞いたら後で村のみんなでご飯食べるからその時に話せばいいと言われた。ご飯まで時間があるから村の中を見て回ることにした。村の中を見回ってたけどやはりあの筒状の大きな建物が気になる。なのでご飯の時に入らせてもらえないか聞いてみようと思った。村には他に高台、登ったら辺りを見回せるようなの。鐘みたいなのついてた。があったり大きい平屋があったりいたって普通だった。そしてご飯の時間になったのでみんなが集まるという集会所に行った。
集会所はかなり広くて宴会場みたいな部屋に5から60人と言われたと思う。村長さんにこの村に新しく住むことになった A さん。まだ若いしこの村の重要な役割を果たしてくれると思うから仲良くするようにと紹介された。内心いやいや住むなんて一言も言うてへんからとか思ってたけど、まあ A は的な感じで軽く考えてた。そして乾杯してご飯を食べた。俺は大事さんを探すことにした。ほう。追いついた。支援。はよはよ。宴会場でご飯を食べながら大事さんを探してたら、顔はわからないから大事さんって人がいないか聞いて回った。見つかったので話した。ゆうじくんからは大事は身長が174センチでガタイイケメンって聞いてたけど、実際見たらガタイがいいどころかガリッガリでイケメンというか年の割にかなり老けてた。どんだけ苦労してんねん。って突っ込みたくなるくらいに老けてた。大事さんですか？え、ああ。ゆうじくんの後輩というか教習所の合宿で仲良くさせてもらったんですけど、ここってどんな村なんですか？え、いや、うん。あ、あれやね、どんな村？どんな村かな？と思ったりしててこの人かなりのコミュ障かよとか思った。で話しようとしたら若い女の子、言うて俺と同じかちょい上ぐらい、が酒持ってきて飲もうと言われたので結局話できずに終わった。その女がまたブッサイクで。で、ご飯が終わりそれぞれが帰る支度したりしてる時に大事さんが来て耳元で。話したいんなら家に着いてから適当に理由つけて東大まで出てきて。と言われた。一旦泊まらしてもらうところに行き、そこから東大、東大というより村を見回せる高台に行った。高台に登ったら少しスペースがあって電球がそのスペースを照らしてた。遅くにごめんね。今日はちょうど当番で暇だったし話するにはちょうどいいかなって。さっきとは全然違って落ち着いて喋れてた。いえいえこちらこそ夜にすいません。てかさっきとイメージ違いますね。さっきは村の人がいたから。で、聞きたいことは何かな？っていうか当番って何なんですか？あとあの丸い筒状の建物は何ですか？とりあえず二つ質問した。当番はね。当番の話をしてくれた。最初にも書いたがここの村の掟は村から出ていかないことだ。大人や老人はそれを受け入れてるが子供や青年はやはり外の世界を見てみたいと思ってしまうらしい。なので幼い頃から外の世界にはバズという化け物がいて危ない、という風に教え込むらしい。それだけでは信憑性がないから村のものを高台で見張りさせ、子供や青年に信じ込ませて外の世界に行きたくならないようにしてるらしい。なんか怖いですね。大事さんは村から出て行きたくならないんですか？いや出て行きたいけどお考えいるからな。置いて出て行ったら教育棟でひどい目合うし。教育棟？ああ、君が気になってたあの筒状の建物のことやし。次はその教育棟なるものについて話をしてくれた。見てるよ。はよ。教育棟は地下1階から6階まであって院の外側に個室、そのまた外側に通路があって中心部に全ての個室を除ける部屋がある。地下は何のためにあるのか知らないらしい。何のために作られたんですか？教育が行き届いてない子供とか大人を教育し直すため。まあ教育というか調教というか。間違いなくカルト教団だと確信した。あと村から出ようとしたりしても入れられるから。それを聞いた瞬間に背筋が凍りついた。ひえー。勝手に村民になるものと決めつけられて、知らないうちに逃げることが不可能な状況に追い詰められた一致。絶対絶命である。だが、ここで大事さんは意外な言葉を一致に投げかける。君は一生ここで暮らす気なんてさらさらないやろ？どう答えるか迷ったけど正直に答えた。すると。逃げ出すなら慎重にな。村の人は久しぶりに外から人が来て、永住誘うと必死やから気をつけなバレるで。しかも夜中やと道わからんくなるし今、からはきついな。大事さんはお母さんと二人で逃げ出そうとしたことなかったんですか？俺のおかんはこの村の教えにどっぷりやからな。昔に一人で逃げ出そうとしたことはあったよ。友人に会って相談しようって。けどバレて連れ戻されて関係ないおかんまで一緒に教育棟入りなったわ。そんな自給自足のど田舎の村に6階建てでしかも複雑な構造の建造物建てられるもんなの？俺もそれが不思議で仕方なかった。戸籍調査とかどうすんねん。戦後ちゃうねんぞ。今考えたらそうだよね。町の中に病院はなくて小さい診療所しかなかったし子供を産めるのか疑問だった。教育棟から場所特定できそう。実はならだけど。もしかしたら特定できるかも。けどめちゃくちゃど田舎だからな。おかんと俺は別々の個室に入れられて24時間監視されて3ヶ月過ごした。懲罰ってやつで毎時間経典を声に出して読まされて、3階にある広間に連れて行かれて経典を言わされる。覚えてなかったら競馬で使う鞭とかデッキブラシで叩かれるんやし。
聞いてて本当の出来事か?と思った。飯は一日一食だけ。それが朝か昼か夜かはわからん。そんな感じかな。聞いててとんでもないところに来てしまったと深く後悔した。こういうのってマジなの?警察はいてないん。自警団が警察代わりだと思います。まあ村の中では犯罪が起こることがなかったようですし。村というか新興宗教の部落みたいな。それに近いかもしれないです。俺はとある疑問ができたので聞くことにした。そんなことされても大事さんは染まらんかったんですね。俺はもともとは外に住んでたし予感ほど心が弱くなかったからな。あの3ヶ月は地獄やった。それ以来ここで住むのが嫌で嫌で仕方なかった。大事さんがこんなガリガリになって老けたのはここでの暮らしが理由かなと思った。あと外で貧乏な暮らしをしてる家族とか連れてきて馴染めてなさそう。逃げ出しそうやってもぶち込まれるな。うちはおかんがすぐ馴染んだから大丈夫やったけど。こんな異常な世界を見たことがなかったから怖いを通り越して別の感覚だった。犬神信仰とかしてた?犬神は信仰してないけどなんか聞いたことない神様?を信仰してるっぽかった。その村の子供学校はどうするの?ど田舎って大抵小学校くらいしかないやん。小学校というか最初に書いた大きい平屋で勉強を教えてるらしいけど、ここの村の教えは村で生きてくことが勉強らしく最低限の計算と漢字しか教えないらしい。歴史なんてもってのほか。それだといろいろおかしくならないか?義務教育だろ?学校に行かせてないのであれば役所の人が村に来るはずだが、それはおかしいだろ。仕組みを全部知ってるわけじゃないからなんとも言えないんですが、おかしいとこ多々あるんですよね。人が亡くなったらどうするかとか、外部から連れてきた人はどうなったとか。オウムの先案があった神食い式村思い出したわ。ダッシュ村みたいなことかいな。スレミンたちからの質問が一段落して一致は再びレスを再開する。しかし、この村、知れば知るほど恐ろしい。いくら村だけでやっていくって言うても限界あるんちゃいます?ああ、月に一回代表が外に買いに行くよ。お金はどうするんですか?それの出どころが俺もわからんのよな。俺はお金の出どころが気になって仕方なかった。そういえばもう一人俺と同じ風に洗脳されてない子いてるからそいつなら知ってるかも。今から呼んできたろか?いいんですか?外から人が来たん久々やしええよ。ちょっと待ってて。大事さんは出かけていった。昭和初期ぐらいならありそうな話。個人的にはこういう民族学に通ずるようなの好きだから続けて。連れてきたのは大事さんと同じ年くらいの人で名前は当たるというらしい。いきなりすいません。いや、気にしなくていいよ。っていうかなんでこんなとこ来たの?今までの経緯を話した。よく来れたね。俺なら絶対来ねえわ。当たるさんは幼い頃に親が借金をして夜逃げ的な感じでこの村に来たらしい。当たるさんもお金の出どころを知らなかった。けど面白い話なら知ってるよ。教育庁、教育等の責任者であり懲罰とかする人らしい、の性癖とか地下に何があるとか。え、お前知ってるならはよ言えよ。当たるさんに話をしてもらうことになった。また6時起きなので今日はここまでにします。見てくれてた方はありがとうございました。また質問とかあれば書いといてくれたらわかる範囲で書きます。明日も楽しみ。また明日かよ。来るけどさ。終わりか。本当の話なら行ってみたいけどな。イッチも帰ってきてるみたいだし。確かに行ってみたいな。支援。久々におもろそうな話じゃないか。釣りでも最後まで続けろよ。トントン。ん、こんな時間に誰だろ?島根ならばあちゃん家があって子供の頃怖い体験したことあるわ。遅れてごめんなさい。予想外の取材でこの時間に帰宅になりました。教育庁の性癖というかロリコンらしい。そして教育棟の地下はもともと荷物や備品置き場だったのを教育庁が村の幼い子と性的な行為をするように改造したらしい。そもそも教育庁は元からここにいる人間やないしね。マジで?外から来たん?うん、俺がここに来た時にはすでにおったけどな。20年近く前に来たらしい。そんな古くから村はあるんだなと思った。教育庁が外にいた頃どんな仕事をしてたか知らないらしい。というかここの人たちは人の話は聞きたいが自分のことをあまり話したがらないなと思った。教育庁は月に3から4回ほど外部の人間を教育棟に招いてる。村長や村長と共に村を仕切る役員的な人も知ってるというか一緒に接待のようなことをしてるらしい。大事さんがなぜ地下で教育庁が性的なことをしてるかを知ったのは村の仲が良かったこの妹が話してきたかららしい。島根人が関西弁なのに違和感。村はどっちより?山口弁みたいな感じやったけどどんな感じか忘れたので関西弁で書いてます。そか。
てか俺も今年27で大阪住みだから島根って見えて、しかもあの教習所だったから始まりからちょっと怖かったわ。教習所内で独自通貨があるとこだよね。やはりどこか特定できましたか。なんかめちゃ嬉しいですわ。俺はもちろんのことここに住んでるあたるさんも大事さんも教育長を含め村の村長や村の仕切り役がなぜ外の人間を接待してるのか疑問だった。話し込んでるうちに深夜になって眠くなってきた。そろそろ戻りますわ。村から出てくのは夜の方がいいですかね。いや、夜やとここで監視してる奴がいてるし夕方ぐらいがええんちゃうかな。じゃあそうします。あと教育棟を見に行きたいんやろ。明日にでも教育長に頼んどいたるわ。そういうと泊まらせてもらう家に帰り眠ることにした。次の日は比較的早くに目が覚めた。1階に降りていくと朝ごはんが用意されていた。ゆっくり寝れたかい？まあこれからこの村に慣れてったらええ。おじいちゃんはいい人のように見えた。そして大事さんとあたるさんが家まで迎えに来てくれた。どうやら教育棟に入らせてもらえるらしい。教育棟まで歩いていく間にこんなことを言われた。教育棟はいろんな意味で強烈やからな。懲罰室にも今は人が数十人いてるし。この時は怖いより興味が勝った。教育棟に着くとまず教育長に挨拶をしに行った。教育長は太ってて坊主頭、綺麗なスキンヘッドだった。スーツを着てたが着こなし方を見て慣れてるような気がした。教育長に挨拶をしたら。君が新しくこの村に住む子？いや、まだ住むと決めたわけじゃ。ははは、いやいや泊まっといて住むと決めたわけじゃとか面白いことを言うな。まあ、教育棟を見たいなら好きに見てくれてええよ。今なら懲罰室にいっぱい人も入ってるしな。懲罰室に人が入ってることがすごい嬉しそうに話した。そして懲罰棟を回る。以前にも話したが懲罰棟は中心を監視室としてその外回りの円に懲罰室がいくつかありそのまた外側に通路がある。監視室からは一つ一つの部屋を確認することができる。建物はコンクリートでできており刑務所ってこんな感じなのかなって思った。まずは教育棟の外側の通路を歩く。至ってシンプルな作りで懲罰室のドアは鉄でできていた。たまに扉を思いっきり叩く音やうめき声的なのが何か気になった。そして次は監視室。監視室はいろんな資料のようなものが置いてあった。監視室から懲罰室を覗くと病院で着る服みたいなのを着た子供やおじいさんなどいろんな人がいた。ただ気になるのがみんなぼーっとしてるというか正気が抜けたような感じだったり叫んでたりちょっと危ない感じがした人ばかりだった。少しで申し訳ないですが今日はここまでです。303さんが独自通貨のこととか知っててなんか嬉しいという感じになりました。明日はできるだけ多く書けるように頑張ります。続き楽しみ。教習所は有名みたいだね。ググったらすぐ出てきたわ。この教習所気持ち悪いな。教習所は有名。テレビで何回も見た。キモいよね。教習所、教習所ってみんな言うから調べてみたものの、読み返したら村と関係なくないか？関係ないけど遠からずってことでしょ。外部から隔離されてる限界集落なのに、懲罰室に数十人ってなんだよ。どうやって個室多くて数十人も収容できる刑務所みたいな建造物建てるんだよ。もっと設定を練るべきだったね。昼でほんの少しだけ時間できたので皆さんの疑問やら何やらに返答します。327さんみたいな疑問は仕方ないし328さんみたいに設定と言われるかもしれないですけど嘘でも設定でもなく事実なんですよね。俺は村のことをめちゃくちゃ詳しく知ってる人間じゃないから、詳しく知ってるのは教育長とか村長とか古くからいる人間、教育棟がどうやってできたのかも知りません。というかそのことを知ってたら逆に釣りだと思います。ただ書いたことは全て事実です。信じられないかもしれませんが事実なんですよね。悪とか釣りとか言われるかもしれないし設定が甘いと言われるかもしれないですが事実です。この村を訪れて思ったのはこの世にはまだまだ考えもつかない、ドラマや映画みたいな地域があるなと思いました。楽しみにしてるから完結だけはしておくれ。とりあえず面白いから待ってる。確かにこのような話、釣りと思われても仕方がない。だが、これが本当の話であるとするならば、一致はこの恐ろしい村から脱出できたということだ。一体どうやって？早く続きを語ってくれ。308の続きを。懲罰房を見終わってから地下に行こうとして1階から階段を降りて地下に行った。地下に行けたものの部屋に入る扉には鍵がかかって開かなかった。扉の奥で何か声が聞こえるから扉に耳を当ててみた。何か喋ってる声とうめき声か叫び声的なものが聞こえたけどはっきりはわからなかった。そして見終わったから教育長に挨拶をして帰ろうと教育長の部屋に行ったが姿はなかった。
教育長の部屋を出て1階に1教育棟から出ようとしたら教育長にばったり会った。見させていただいてありがとうございます。お部屋にいてなかったみたいですがどこにいてはったんですか？ああ、少し用事で外に出ててね。また見たかったらいつでもおいで。出口は1箇所しかないので外に出るとなると会うはずなんやけどな。という疑問が残った。そして教育棟を出る間際に言われた。村に住むとなってるわけだから出て行ったらあかんよ。そんなことしてるの見つけたら懲罰房に入ってもらわないとダメになるから。そんなことしたくないし。それを言われた瞬間本気で血の気が引いた。精一杯の笑顔で、笑えてたのかわからんが、もちろん、そんな気はないです。と答えた。心の中は早くここで定期隊に変わった。大事さんとあたるさんは、この村の住人ながらみんなと違う考えというか、まともだったので。なんとか出てく方法を考えなあかんね。と言ってくれた。で、教育棟を出て村長さんのところに向かった。ここの村の詳しい話を聞くために。村長さんの家に行くと広間に呼ばれて話することになった。大事さんとあたるさんも一緒についてきてくれた。村長さんに色々と言われたことで覚えてるのが、村のものは全て共同。誰か個人で所有することはできない。とか言って教育長とか個人で所有してるものあるくせにとあたるさんが小さく言ってた。外部と連絡取れるもの、記録を残せるもの、カメラとかビデオとか、は全て捨てること。理由は、外部と連絡取れるものは外部とつながりを持ってもいいことは一つもない。カメラやビデオとか記録を残せるものを捨てる理由は記憶や記録、思い出はみんなの頭の中に、心の中にしまっておいて新しく生まれた子供には親から声口頭で伝えていくべきだかららしい。そしてここでも言われたのが、一度ここに住むと決めたら絶対に出て行ってはならん。これを破ろうとしたらそれは大変なことになる。と言われた。ますます気持ち悪い、村人の人には申し訳ないけど、と思った。そしてもう一つ言われた。今夜は君がマグワイヤから里屋で一夜を過ごしてな。と言われた。マグワイって何ですか？と尋ねたら。ああそれ教えなあかんかったな。と笑いながら言われた。ここは全てが共同のものなので夫婦という概念もないらしい。なので営みは誰としても自由なんだけど村としては人を増やすために子作りを進めるがなかなかできない。なので里屋と呼ばれる別宅に毎週男女が呼ばれて営みをするらしい。女はどんな男が来るか教えてもらえるけど男は教えてもらえないらしい。またこれを拒否しても懲罰房に行かなければならないらしい。怖い村というよりか措置にある怖い宗教施設って感じ。そんで話が終わって一旦抱えることになった時にここからどうやって出たらいいのか大事さんとあたるさんに相談した。すると、明日の朝に村長と俺が外に買い出しに行くから、その時にトラックの荷台にバレへんように乗るしかないと思う。いいんですか？バレたらマジでヤバいけどそれぐらいしか出ていく方法ないで。その方法で村を出ることにした。朝の7時にトラックは村を出るわけやけども少し前だと明るくて荷台に乗るのがバレるので、高台から丸見えの位置にあるらしい。まだ暗い5時くらいに荷台に乗り込んでくれとのこと。荷台には出荷する野菜とか村で作った米とかの上にブルーシートをかぶせてるので乗り込んでしまえばわからないだろうとのこと。ただ問題はマグワイやな。こればっかりは避けれんから誰が相手でもこなさなあかんわ。あとマグワイで相手も疲れさせて熟睡させな出ようとしたら起きて気づかれるし。熟睡させるほど頑張れるか不安になってきた。そして夕方になりマグワイが行われる里屋に向かった。どんな人が来るのか正直ドキドキしてた。人が入ってきて見てみると30歳過ぎぐらいの黒髪ロングの女性が入ってきた。よく言えば女優の芦名聖さんやけどそれはかなりよく言えばの話。共通点は黒髪ロングってところだけだった。美人ではなく疲れた OL みたいなイメージ。そしてご飯が運ばれてきて食べながら話をした。年齢を聞いたら34歳らしい。いろいろ聞きたかったけど向こうに質問されすぎてほとんど聞けなかった。そしてご飯を食べ終わったら向こうがシャワーを浴びてくるからその間に寝室に行っててと言われたから言う通りにした。出荷とかしてるなら外とのつながりはあるんだな。月に1回だけ出荷があってそれは村長と誰か。村の中の男が外に出しに行くらしいです。外とのつながりを断つというのにこれはいいのかな？と不思議に思いました。出荷は月1って米はともかく野菜は鮮度の問題で直近に取れたものしか出荷できないね。ですね。それにそんなに人がいるわけじゃないから野菜を作れても知れてる。そんないっぱい野菜はなかった。ですけどね。シャワーを浴び終わってその女性がこっちに来ていざ始めることになった。ここは詳しく書かずに省きます。で終わって寝た。バレないように G-SHOCK のタイマーを3時にした。5時に乗り込む予定やけど何があるかわからんから念を入れて早めに。
そしてゆっくり寝て3時に目が覚め行動を開始した。これであとはこっそり逃げるだけ。そうイッチは思っただろう。しかしここで想定外のことが起こる。いざ外に出ようとしたら開かない。扉を開けようにも外から鍵をかけられてるらしく全く開かない。窓からと思って窓を開けようとしても開かない。でガチャガチャしてたら女の人が後ろに立ってたらしく何しよるん?と言われてビクッとなった。なんとか言い訳考えなあかんと思って暑いから外の風を浴びようかな?って、と言ったするとマグワイの日の里家は外から鍵かかってるから出られへんよ。と言われて積んだなとか思った。そんな風に話してたらその人がイチャついてきてまたやり始めてその人が寝たのは4時20分ぐらいだった。予定の5時まであと40分やのにどうするか必死だった。どうするかあたふたしてたら裏口から小さくコツコツ音が鳴ってるから行ってみるとアタルさんが来てくれてた。鍵は村長が持ってるから開けられへんからキッチンのとこにある地下倉庫、床を外したら物置みたいになってるに入って、そこから広間と逆側進んでったら木の板あるからそこを外して出口作っとくから。言われた通りにして進んでいったらギリギリ出れるかのスペースがあったのでそこから出た。ほんまにごめん。鍵かけられるの忘れられてたわ。全然ええですよ。二人でトラックに向かって行った。そしてそこでアタルさんと話をした。ここから出たらもう二度とここに来たらあかんで。ここのことも忘れ。こんなとこ覚えてていいことないわ。と言われたので返事した。話をしてると鐘をカンカン鳴らす音が聞こえた。やばい。逃げたんバレたかもな。ブルーシートの中に入っとき。言われるまま入った。数分後大事さんと誰かの話が聞こえた。大事、あの若いの逃げおったぞ。ここら辺のこと知らんはずやからまだそこら辺いてるはずやから探せ。わかった。車で近く走らせてくるわ。かなりまずいことになってることがわかった。悪い、予定変わったから今から出るぞ。トラックは村を出た。村を出て数分後に助手席に移った。こんなん日本であると思ってなかったです。怖いというかあんな生き方もあるんやなと。まあみんなそれぞれ満足してるみたいやし外を知らん人らにしたら悪くないんかもな。そして3時間少ししてから近い場所に着いた。なんかわざわざすいません。てか大事さん大丈夫なんですか?いやー大丈夫ではないな。俺もこのままどっか行こかな。冗談か本気かわからないように言った。まあ二度とこっちには来なや。元気でな。そう言うとトラックは去っていった。後日談としましてはユージ君に話したら信じれないみたいでした。あと大事さんとアタルさんのその後は当然のことながらわかりませんでした。なんかグダグダなオチですいません。こういう宗教ならあっち系のであるからその施設だったりして。あっち系とは?本当なら教育棟の地下とか他の場所をもっと調べればよかったのですがビビって、早く出たくて無理でした。俺ならその村行きてー。幸せでない人には住みやすい気がする。うん、面白かったよ。行ってみたいかと言われれば、旧ソ連や中国のような共産国家のミニチュア版みたいな感じであんまり行きたくはないわな。不思議なとこがまだまだ日本にはあるんだな。面白かった。日本にはまだまだ私たちの知らないことがたくさんあるようだ。何の準備もなく飛び込めば最悪の事態に陥ってしまうかもしれない。そして十分な準備をしてもダメだと判断したならば絶対に近づいてはダメだ。そう、あなた自身のために。最後までご視聴いただきありがとうございます。一度入ると二度と出られない村、怖いですがちょっと行ってみたい気もします。あなたは行ってみたいですか?ぜひコメント欄で教えてください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。